アールディジャパンウィンター2023ご覧の皆様こんにちは。ここからはカートエニーパーセントをお送りいたします。走者は私シカラとレイジさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タイマースタートは5選択画面のニューゲームでビギニングを選んだ瞬間です。今回は英語で走ります。レイジさん準備いかがでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは、3カウントで始めようと思います。3、2、1、スタートです。はい、オープニングは B ボタンの連打でスキップいたします。まずこのカートとゲーム、カートというゲームのあらすじを説明します。このカートというのはこの少女の名前でして、このカートという少女はおばあちゃんと一緒に旅をしていたんですけど、ある日おばあちゃんと一緒に乗っていた飛行船から落ちてしまって、この島にやってきたという感じです。果たしてカートはおばあちゃんと再会することができるのでしょうか。そして今パズルのチュートリアルが出ていますね。カートはですね、このように地図を自由に動かしてくっつけて先へ進むことができます。こんな感じで全ての地図を自由に動かすことができますので、まあちょいちょい人に出会ってミッション的なものが与えられたりしますので、正しい形の地図を作って進んでいくという感じになります。この地図の操作が非常に、まあ、結構プレイヤーの連動の分かれる部分で、ここの操作精度だけでタイム差が1分とか2分とか出てもおかしくはありません。こんな感じでどんどん地図のかけらを拾っていきます。さあ、ここで迷子のおじさんが登場しました。このおじさんは草原の東側に自分の家があるようです。こんな感じで人との会話の中に最後のヒントがありますので、草原の東に連れていくと、このように おじさんの家と新しい地図のかけらが手に入ります。さあ、ここの少年に話しかけると、シーアナンの家はもっと大きな森の中にあるよと言われます。もっと大きな森を作りましょう。はい、家が出てきましたね。家に近づくと中から少女が飛び出してきました。あれがシーアナンだそうです。シーアナンはお父さんと喧嘩をしたようです。一体何があったのでしょうか。ここに地図のかけらがありますので、回収しましてシーアナンを追いかけましょう。シーアナンは湖のほとりにいるようです。さあ、この少女がシーアナンですね。シーアナンは15歳になる少女です。この島では15歳になると成人し、島を旅立って二度と戻ってこれないという慣習があります。シーアナンはそれが嫌で、家を飛び出してしまったようです。そこで出会ったのがこの主人公のカートです。シーアナンは友達と一緒だったら寂しくないかもということで、カートを冒険に誘います。さあ、ここからシーアナンとカートの2人の冒険が始まりますね。ただシーアナンはこのままだと寂しいから、この島の土を持ってきてくれないかなということをカートにお願いします。足元の土じゃダメなんかいという感じですけども、ここにこんもりと、ね、土が盛られておりますので、これを回収します。こんな感じで必要な地図のかけらをあらかじめイベントの発生する場所の近くに配置しておくことで、時間の短縮を図るということを今後もやっていきます。地図の整理をしていたらそういうことをやっていると思っていただければ大丈夫です。さあ、北の岬から出発しましょう。さあ、出発の前にこのおばちゃんに話しかけると、木彫りの船をもらいます。どうやらおばちゃんも昔息子が旅立ったので、もし出会うことがあったら渡してほしいとのことです。ここで選択肢が出るんですが、ここは必ず下を選びます。こういった選択肢ではカートでは下を選ばないといけないことが多いです。さあ、ここでお母さんから、はい、ソードフィッシュボーンのネックレスをもらいました。うん、このネックレスがあればちょっと、ね、がばらずに済みそうですね。はい、ここ感動のシーンです。さあ、感動的なシーンの間に説明するのもあれですけど、このゲームは英語版で今走ってるんですが、英語版が一番早いです。台湾製のゲームではありますが、英語だとテキストの表示とかが早いのかな、そういうもろもろの関連で日本語と比べると2分から3分ほど早いです。さあ、ここでシーアナンがまたねみんなと言ってしまったことで、お母さんがちょっと怒ってますね。もうここには戻ってこれないということで、またねと言ったことに
腹を立ててしまったようです。さあ、いよいよカードと深夜難の冒険が始まります。船旅大変そうですね。これはスプラトゥーンかな。なんかなぜかイカと戦いながら出航しています。大丈夫なのかな本当に、というところで次の場所、草原にたどり着きました。でここでね、シーアナンとしばしのお別れですね。明日の朝またここで待ち合わせしようねって言ってここでお別れします。とっとっと。さあ、それでは草原の冒険に行きましょう。まずはここに1枚ピースが落ちているので拾ってこっちに移動して、まずはここの男の子に話しかけます。この子は羊飼いのモー君と言うんですけれども、とっても眠たがりの子で、飼ってる羊を数えている間に羊が1匹、羊が2匹で寝てしまうっていう、そんなキャラクターとなっています。で、寝てる間に羊どっか行っちゃったから探してくれって言われるんですけど、自分で探しに行ってくれっていう。で、ここに羊が1匹いて、話しかけるとめっちゃ苦言を呈されてついてきてくれません。じゃあどうすればいいのかっていうと、もうちょっと植物に詳しい人がいるから、その人に美味しい植物を教えてもらってくれと言われます。おっと。で、ここにその人がいるので話しかけると、ハニーフルーツっていうものが羊がとても好きでよく食べるよみたいなことを教えてもらいます。これですね。そうですね、今多分鹿田さんが取ったそれだと思います。羊がよかった、見てる。で、ここにいる羊なんですけど、たまに、私も動いてくれた、こんな風に草に隠れてなんかよくわからない位置にいることがあるんですね。で、これを心眼って呼んでるんですけど、たまにマジで羊が見つからなくてロスることがあります。で、これで羊が3匹揃ったので、これついてきてくれるんですよ。かわいいですね、かわいいですね。話しかけた瞬間に散ります。で、次に1匹いないって言われて、この白いやつの真ん中を作ってやると、こんな風に新しいピースが出てきて、ここに残りの1匹がいます。この草原からはこんな風に特定の条件を満たした場所を作ると、そこに新しいピースが出現するというギミックが追加されています。で、羊を全部見つけてくれたので、お礼に家に招待するよということになります。で、この左上の羊に注目なんですけど、お、いい子いい子。この子がたまにすごいバウンディングしながら上に行くことがありまして、そうならなかっただけよしと、おっとっとしましょう。さあ、こちらはおばあちゃんスキップです。あっと。で、今紙飛行機が飛んできたんですけど、これ飛行船にいるおばあちゃんからのメッセージになります。で、ここら辺のいい感じの位置に立って、こうやってこうやって、おっとっと、こうやると古虫することができます。おばあちゃんからのお便り完全無視です。おばあちゃんスキップですね。で、こちらフレームレートを上げないとあまり成功しにくい技となっておりまして、今回会場の大変性能のいいモニターを使わせていただいております。さらに、まっすぐな道を作ると橋がおっと出てきて、曲がった道を作るとモー君の家ですね、今出てきたのがモー君の家になります。で、おもむろにピースを移動させましたね。これ今森を囲んだ状態の場所を一箇所作りました。で、モー君の家に入って、早速隣の部屋に行くために部屋を移動させます。で、ここにいるのがモー君のお父さんのモンカールおじさんですね。で、植物に詳しくて草原で植物学者をしているという設定の人になります。で、今カートちゃんに何を話しかけているかっていうと、君の出身地に生えていた草はどんなものだい、草の名前を教えてくれたら君の出身地当ててみせようっていう、よくわからない絡み方をされています。で、こっちに植物図鑑があるので、この中で見たことがあるものを教えてくれって言われて読むんですけど、まあ、カートちゃんの出身地は一応飛行船ということになっているのか、どの植物も見たことがないということで、残念ながら何もありませんでしたということをモンカローズさんに伝えに行きます。そうすると、そんなバカなみたいなことを言われるんですけど、まあそういうものなのでしょうがないですね。まあ、そんなこんなで話していると、この草原に珍しいゴーストリリーという植物があるんだという話を聞きます。で、そうするとカートちゃんのお腹が鳴るので、じゃあ晩ご飯にしようかということで、モー君に晩ご飯作ってくれって頼んで、カートちゃんにはみんなで集まって食事をとるから、みんなを呼ぶものを持ってきてくれというふうに言われまして、それが植物のグローリーフってやつなんですけど、この子供に話しかけます。そうすると、それを持っている人が森の中にいるよということで、今地図を開いた瞬間に森の中のピースが連成されましたね。このためにさっきちょっとピースを移動させていました。で、このガンガおじさんという人なんですけど、この人に話しかけると、ゴーストリリーを探しててそろそろ咲きそうなんだよねみたいな話と一緒にグローリーフがもらえるので、これを持ってとお父さんのところに帰ります。で、これ渡すと、鹿田さんがちょうど入りましたね。音が、拍手ができます。可愛いですね。植物とかもダンス踊っててすごい可愛いんですよね。
でこれ右上をよく見ると三つ股の植物がふよふよふよってしてるんですけど、これなんて言うんでしょう、収集要素の回収ポイントになってまして、こんな風にゲームの中にちょっとヒントがあって探せますよみたいな形になっています。まあ、今回はエニーパーセントなので回収はしません。で寝てる間にいろいろ話が進むんですが、ここら辺で聞ける話はあんまり本編に関係がないので割愛させていただきます。で次にやることは、次の日の朝ゴーストリリーが咲きましたということで叩き起こされます。でさっきの森の中の川の源泉のところに咲いたらしいということを聞きますので、じゃあ向かってみましょう。もうゴーストリリーってどんなものなんでしょうねということで、ここに向かっていきます。でここに来てからちょっとここの川の向きを変えてくれっていう、なかなか無茶なお願いをされるんですけど、まあ我々地図が動かせるので向きを変えられます。あらかじめ変えてからここにいる人たちに話しかけます。ゴーストリリーはシャイな植物だということで、なんかみんなの気配があると出てこないっていう、なんかどういう植物っていう設定なんですけど、とりあえずみんなに話しかけてみんなを隠れさせます。で最後に自分が隠れると、こんな風にゴーストリリーが咲くんですね。でシャイな植物なんですけど、多分鹿田さんの方の画面で羊がねやってきて、どっか行っちゃったと思います。これがシャイっていう理由なんですけど、植物ごと動くって根っこの方どうなってるんだっていうのはちょっと気になるところですね。でこのゴーストリリー後でとても大事な役割を果たすので、ここにね橋を作って引っ掛けておきました。さあそれではおっとっとセットアップタイムになります。ここで後で都合がいいようにすべてのピースを移動させておきます。よいしょ、そしてよし、さあこれで引っかかっているゴーストリリーを解放すると次のステージに移動することができます。はい、次のステージは川を流れ着いた先にある森です。森では川を流されてしまった川とはゴーストリリーの残骸を回収します。さあここで円形の川を作ると真ん中にシャーブという名前の青年が現れました。このシャーブという青年はメッセンジャーという人々のうちの一人で、彼らメッセンジャーはこの森の奥にあるマザーという大木を目指して進んでいます。彼らはそれぞれ動物を連れていて、動物と一緒に進めばこの森でも迷うことはないそうです。ただカートは動物を連れてないので、さあ迷います。乱数です。お、左か。さあこの森、まずはですね4方向いずれかに出口があるんですが、右、はい、まあまあまあ、さあ次左に来てほしいんですが、来ない来ない、下をうわ最悪右側にあったので左から行くと一番遅いパターンですね。これはちょっと良くない。このリボンが出る方向がランダムなんですよね。私はどうかな。あ、ない、ない。さあレイさんどうか。あ、こっちもないじゃん。こっちもない。ちょっとランスやばいですね。ちょっと大丈夫かなこれ。お参りしてくればよかったかな今日。確かに。さあこんな感じでメッセンジャーには目もくれずどんどん迷いの森を進んでいきます。さあ次の森はパターンが決まっておりますので固定化したルートで大丈夫です。真ん中に近づすぎるとカットイン入っちゃうんですよね。さあ2つ目の迷いの森を抜けました。地図の崖だを拾っていきます。よいしょ。こんな感じでどんどんメッセンジャーが集い始めていますね。さあ次の迷いの森は風の吹いている方向に進みますが、ここでちょっと横着をします。はい、これで3つ目の迷いの森を抜けました。よいしょ。さあここでまたおばあちゃんの手紙があるのですが、このおばあちゃんの手紙はそもそも見なくても先に進めるので、またおばあちゃんスキップです。さあこの後このゲームのバグ技である壁抜けをやります。壁抜け非常に難しいので、皆さんよかったらお祈りをよろしくお願いします。お願いします。よいしょ。さあ一発で決まるかな。こんな風にちょっと画面に寄らないと見えないっていう。おっと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 。オッケー、うまくいきました。お、ナイスです。はい、こんな感じで、
ちょうど地図の境界に立つことで、カートがこの地図の外側に一発で来る。素晴らしい。地図のまあ外側、まあ、境界線に出ることができて、本来行けるはずのない道まで行くことができます。さあこれを2連続でやります。また森の地下に行きますので、もう一度同じようなことをやります。こちらの方が若干難易度は下がりますが、ミスった時のロスは大きいです。OK、 一発できました。お、ナイスです。あ、ちょ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 、さあレイジさんも今から挑戦しますね。はい、あ、このパターンか。あ、真ん中のパターンかな。真ん中に出ちゃいました。まあこれでも成功ではあるので大丈夫です。そうですね、失敗ではないですが、ちょっと時間かかってしまうので、あれですが成功です。ありがとうございます。さあ地下を抜けた後は、あ、もう大丈夫かな。はい、木の形のした木を作ることで、ここにおじいさんが現れます。この枯れている木がマザーです。おじいさんはこのおじいさんはウォッチャーという方でして、この大きな木マザーとともにこの森を見守ってきました。まあ、それの今こう引き継ぎの儀式みたいなのが行われるという感じです。さあこの辺りでだいたいこの RTA の3分の1が過ぎるというところですが、レイチさん調子はいかがでしょうか。壁抜け真ん中に出ちゃったのはちょっと良くなかったんですけど、まあ、ランス以外は比較的大丈夫なんじゃないでしょうか。はい、壁抜けもね、ちょっと2人でこれ沼ったらやばいなってことを話していたのでそうなんですよね、うまくいってよかったです。特に2回目が成功しないと先に進めなくなっちゃうのでちょっと大変ですね。はい、というわけで最初の難所は抜けた感じです。さあ続々とメッセンジャーが集まっていますね。彼らメッセンジャーはこれからマザーのコアとなる部分に、まあ、それぞれの村から持ってきた若木ですね、まあ、木の枝のみたいなものを刺して、その中から選ばれた木の枝の持ち主が次のウォッチャーとして森を見守っていくという感じです。さあ若干頼りなさそうなメッセンジャーのシャーブも集まって、4人のメッセンジャーが集まりました。ただシャーブは実は途中で村から持ってきた若木をなくしてしまいまして、そこで先ほどちょっとねバグ技の解説でなかなか説明できてなかったんですが、カートがゴーストリリーの残骸を渡してあげたことでそれでごまかそうという感じです。さあチャーブは迷いながらゴーストリリーをそっと刺します。さあその中から選ばれたのはアヤタカではなくゴーストリリーでした。はい、ゴーストリリーが選ばれたということで、チャーブが次のウォッチャーということになります。実はメッセンジャーの中で一番ちょっと頼りない感じだったのがチャーブだったので、これみんな驚きのリアクションをしていますね。さあこれで森のストーリーはほぼおしまいです。この後はメッセンジャー全員に話しかけてからおじいさんに話しかけると出口を教えてもらえるので、間違えてちょっとゴーストリリーを調べたりしないように。意外と長いんですよね、ゴーストリリーに話しかけると。長いです。あ、間違えた、違うちょっと動物に触れ合いたがちょっと癒しを求めてしまいました。失礼しました。よいしょ、 手が痛い。はい、ここでおじいさんに話しかけて、でもう一度話しかけると出口に連れて行ってあげようかということを言われますので、出口に連れて行ってもらいます。ウォッチャーはこう森と自由に会話することができるので、おじいさんが森に話しかけるとこうやって出口を作ることができます。でおじいさんから木のペンダントみたいなものをもらいました。これを持つことでカートも、まあ、似たような力を持つことができました。さあ出口に入ったら森のステージがおしまいです。さあ、すいません、私かすいません、はい、森を抜けると、はい、大丈夫です。
また森を抜けた次のステージは物語の館です。ここから何度かやってくるステージですね。物語の館では、不思議な本が置いてありまして、ここにこの本には、まあ、ここまでカートが冒険してきた内容がそのまま書いてある不思議な本です。それを読んでいると物語の館の主のおじいさんがやってきました。このおじいさんはちょっと物語の館の本が片付いてないから、ちょっとその辺いろいろ話をさせてくれと言ってカートを連れていきます。でその中でおじいさんが話すには、なんと孫を探しているおばあさんが砂漠にいるらしいとのことです。そのおばあさんは大変苦しんでいるようなので、カートはそのおばあちゃんは自分のおばあちゃんに違いないということで、次のカートの目的地は砂漠になりました。砂漠に行くためには草原に一度戻る必要があります。草原に戻るには魔法のブーツが必要です。いやでもすごよく魔法のブーツが落ちていることなんてあるんですよね、ここに。はい、こんな感じでちょっとあらかじめ地図を整理しておいたので、イベント、まあ、フラグを立てるだけで勝手に魔法のブーツを手に入れることができました。さあ草原へと戻りましょう。はい、草原に帰るとまずはガンガおじさんと話して、それなら砂漠に行くための道なら羊飼いのモー君が知っているよと、おっとということになります。私ももうそろそろ草原に行きますので、ちょっとだけお待ちください。はい、ここでおばあちゃんの手紙に触らないように気をつけます。おばあちゃんの手紙は吸引力が強いです。 すっごい強くて、あんまり真ん中の方に行くとかなり時間をロスってしまうので注意が必要です。1回しかね、おばあちゃんキャンセルできないんですよね。というわけで草原に私も到達しました。でこの草原でやることは砂漠への道を見つけることです。でこのおじさんから羊飼いのモー君がたまに寝てる間に砂をつけて帰ってくるという有力な情報を得ます。じゃあモー君の元に向かいましょう。まあ、モー君はここに配置してあります。で今はまた寝てるんで、この子を叩き起こすと、わー、羊どこ、いやいるじゃんっていう、なんかすごいリアクションを返されるんですけど、ちょっと砂漠までの道で教えてくれないって言ったら、寝てる間に勝手に砂漠に行ってまた帰ってきてるみたいなんだよね、だから僕のことを寝かせてくれっていうとんでもないお願いをされます。でこの子を寝かせるために必要なものは眠気を誘う草です。全部で3種類あります。でその3種類のありかをこの子供たちが知っています。で1人目の子に話しかけると川の河口にあるよって言われます。で2人目に話しかけると黄色い草の真ん中にあるよって言われます。3人目に話しかけると丸い道の真ん中にあるよって言われます。はい、ここ見どころになります。はい、一瞬で3枚のピースが生成されましたね。これがさっき草原から出るときにたくさんピースを移動させていた理由になります。この3枚のピースを今の1回の地図のオープンで出現させるために、あのような移動を行っていました。あとは全部を回収するのみです。でここをちょっと角度気をつけないと紙飛行機に判定を吸われるので、ちょっと気をつけつつこっちに行って、最後にこのなんか野沢菜みたいなやつを回収してから毛布のとこに帰ります。そしてこっちですね。で毛布のところに植物を置きます。1、ちょっと眠そうですね。で次に2、もうちょっと眠そうですね。大文字になりました。で3つ目を置いた瞬間に寝始めます。コナン君もびっくりですね。でそのまま歩いてどっか行ったなと思うと、ここが砂漠の入り口となります。よいしょ。でここにはめてから砂漠に入ります。さあ砂漠ではオアシスを探すキャラバンがさまよっているという形になります。まずはこっちの方向に走って、ここにある2枚のピースを回収してこの人に話しかけます。そうするとキャラバンでここで散策しているんだけど、キャラバンの隊長が行方不明になってしまったから、ちょっと探すのを手伝ってくれないかというふうに言われます。でどんどん西に行ってくれというふうに言われるんですが、ここでちょっと横着をしながら西に進みます。まずここに来てこうやって、おっとっと、こうしてまずはね、はい、今1回西に行きました。でこうして2回目です。まあ、角に立って1枚ピース左に行けば西に行った判定になるといった形ですね。おっとっと、全部で5回進むと条件を満たしたということで新しいピースが、おっとっとと生成されます。で次にハイテントがあるのでここに行きます。そうするとここで看板が立ってて、足跡の通りに進めっていう指示をもらいます。でここの金庫、角度が出てきたんですけどこうです。
このピースをさっきの角度の通りに回すと相手コインが手に入るということですね。これ後で使います。で、足跡の表示の乱数がいいとありがたいんですけど、おめっちゃいい、いいですね、いいすごい、ここ2個ピースの中に足跡が見えてかつつながってるっていう、すごいいい乱数だった、最高とで最後に、あ、ちょ、あ、待って、判定が抜けてる。あんまりこれ判定が抜けすぎるとちょっとピースを回す前に回った判定が踏めちゃうっていう、なんかよくわからないことが起こるので注意しましょう。で、新しいピースを手に入れることができました。で、次にここにヤシの木があるので、これを3回揺すってヤシの実を手に入れます。これ割れた状態で手に入るんですけど、カートちゃんが立つ位置的に頭でかち割ってるようにしか見えないっていう、なんかよくわからないネタがあります。で、次にこの人に話しかけると砂漠ではありとあらゆるものが道しるべになる、例えば植物とかって言われます。まあ、つまり次何をするのかっていうと、ここにサボテンが出現するので、これ真ん中に集めるんですけど、お、まあ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 、まあ、あ、すっごい今日乱数が優しい。視認性が悪い、4つの角にしかないので視認性が悪いと結構大変な目に遭うんですけど、今回はありがたい位置にいてくれました。で、これをこうしてこうしてこうしてこうか、よし。で、最後に今壁がちょっと見えたと思うんですけど、この壁の真ん中を作るとここに今出現させた隊長が出てくるという仕組みになっていました。四隅に出てくる、4辺のどこかに出てくるので、なるべく視認性がいいようにピース配置を決めています。いや、話しかけると水がなくてなんか幻覚を見ているみたいな状況になっているので、幻覚から新しいピースを回収します。この隊長だけですね、自分の記憶からピースを連生してくるのは。で、ここに枯れた井戸があるので紐をラクダから回収して水を汲みます。紐をつけて、さっきのヤシの木をつけて、こうやって、はい、水が手に入りましたね。よいしょ。ここの井戸を2回話しかけやすいので注意しましょう。で、この水を渡すと隊長が復活します。水飲ませた瞬間に復活するんですけど、で、ここでオアシスを見つけるための遺跡なんだここはみたいなことを話してもらって、この遺跡を起動するためのアーティファクトっていうものが本来は存在しているんだけど、それを砂漠にいるネズミサンドローグ、今鹿田さんのところにちょっといましたね、あれに取られてしまったから取り返してくれというふうなお願いをされます。サンドローグは光っている光り物が好きな動物なので、それを使って罠を作れみたいな方法のアドバイスもいただいて、あ、今鹿田さん捕まえましたね。そんな感じになります。で、ここの隊長ちょっと話が長いんですよね。で、このゲーム基本的に会話、イベント中の会話でも決定ボタンを押して送らないとイベントが進まないっていう仕組みになってまして、会話イベントのたびに我々がめちゃめちゃコントローラーを叩いてるのはそのせいです。で、ここに罠ができるので砂で隠してしばらくするとドーンポテっていう感じで罠にかかってこいつを捕まえることができます。で、そうすると毛の中に新しいピースが1枚あるので拾ってアーティファクトを回収します。で、このアーティファクトを隊長に渡しましょう。そうすると隊長が上のところのはめるところがあるので、はめるところにアーティファクトをはめてくれます。ここの音が好きなんですよね。なんかいい音しません？ドーンって。よし。で、この光の通りにオレンジのピースを配置しつつ、私はここでオアシスの原型をすべて作ってから先に進みます。鹿田さん多分違う置き方をしているんじゃないかなと思います。そうですね、ちょっとやり方違いますね。どっちが早いかをちゃんと検証していないっていうさあ、私の方はもうそろそろ砂漠の出口にたどり着くところです。ところでおばあちゃん出てきませんでしたね。一体どこにいるんでしょうか。そうですね、おばあちゃんいませんでしたね。というところで、なんと火山の噴火の影響で地震が起こります。ちょっと火山が噴火しちゃったら空を飛んでいるおばあちゃんの飛行船危ないということで、次の目的地は火山ということになりそうです。さあ、物語の館に戻ってきました。そうすると、シンアナン、別れていたシンアナンとの再会です。
翌朝またここで落ち合おうと言われて、カードが来なかったシーアナの気持ちはちょっと計り知れません。はい、ただシーアナも自力でこの物語の館までたどり着いたようです。さあ、火山の本が置いてある部屋もこの物語の館にはあるようなのですが、おじいさん曰くその部屋は最近全然見かけてないよということなので、どういうことなんだろうということでカートはその謎解きをします。物語の館には、特定の本がありまして、その本を調べた後に特定の部屋の構造を作ると新しい部屋が現れるということがあります。ここもそうですね、本を読んで特定の形を作ると火山の部屋も現れます。さあ、シーアナンが一足先に火山に行くための本を見つけてくれたようです。火山に行くためには森から行く必要があるとのことです。カートはシーアナンに一緒に行こうと言うんですが、シーアナンはいや、こういうのはちょっと君が得意だから君一人行ってきなよと一緒にはついてきてくれません。ちょっと寂しいです。さあ、物語の方を出て再び森へと向かいます。先ほどもらったペンダントの影響でこの森がこう分けて道を開けてくれるようになりました。この辺に地図のかけらが落ちてますので拾います。さあ、この地図のかけらを配置するとその真ん中には見習いウォッチャーのチャーブがいます。カートはチャーブに対して、火山の場所を知らないかと相談します。するとチャーブは昔一度だけ行ったことがあると言って、詳しい聞き方を忘れてしまったからちょっと森に聞いてみるよと森に尋ねかけてくれます。そうするとチャーブは火山に行くためのヒントをイラストにしたためてくれます。かわいいイラストですね。どうやらかゆがっている木というのは、かゆがっている木なんてちょっと見かけなかったと思うんですが、果たしてどこにあるんでしょうね。あ、これかな。ちょっと確かにかゆそうだけど、かゆそうですね。裏側に入り口があるようなのでそこに積み上がっている、重い材木はちょっとこのクマさんに頼まないとダメそうなのでクマさんに手伝ってもらいます。ちなみにこのクマさん、特定のタイミングで話しかけるとハグをすることができます。あ、そうなんですか。さあ、あらかじめ地図、地下の地図も調整しておいたので新しく地図を開く必要はありません。さあ、森の地下のさらに地下です。火山につながる秘密のトンネルですね。ここでは松明を拾ってすべての食材に火をつけます。その後特定の並びにしたすると出口が現れるという構造になっています。さあ、次のステージが火山となるんですが、火山はとても難しいステージです。火山も地上と地下のステージがあるんですが、あと地下にいる間は地図を全く動かすことができません。地上にいる間に、地下の構造を覚えた後地上に戻って地図を動かしてまた地下に戻るということを強いられますので非常に大変です。さあ、火山、どれぐらい時間かかってしまうんですね。ちょっと EST 台に収まるかどうか怪しいんですけど、そんなわけでとても難しい火山ステージに突入します。さあ、秘密のトンネルを抜けてきたカートは住民に驚かれてしまいますね。あ、三本に伝えなきゃってことで住民に伝えに行ったようです。あれ、カート、そっちは火山じゃないんだよ。どこに行くのかな、カート。あ、地図の外に出てしまいましたね。あ、そのトロッコに乗るとゴールなんですけど、あ、乗れますね、トロッコ。はい、火山終わりです。はい。はい、これはもう最初から出口が見えているのが悪いということで一つよろしくお願いします。お願いします。よいしょ。で、私もそろそろ火山から出ます。よいしょ。で、こうやって、あっとっと、ちょ、こうやってこうすることで火山から出れます。で、次に物語の館に戻るとシーアナンが島に帰りたいということでホームシックになってしまったという設定で、館の中の本をたくさん引っかき回して、片付けをする必要が出てきてしまったということになります。
で片付けがカートが得意だからちょっと手伝ってくれないかということで、ここからパズルを解きます。と有名なハノイの塔っていうパズルですね。左側にあるものを小さいものの上に大きいものを重ねずに右にやるっていうパズルになるんですけど、本当のハノイの塔をやらされます。でここ一つバグがあって、なぜかカートが物を持つと移動速度が上がるっていう謎のバグがあって、と移動速度が上がるっていうことはつまり、まあ、早くパズルが解けるということにもなるんですけど、今度はカートの操縦がすごい難しくなるので一長一短のバグ技となります。でこれ真ん中のやつをこうやってこうやってこうやると先に進めるので、でおじいさんと話します。最後はちょっとズルをします、はい、部屋いっぱいの本棚なんて動かせるわけがないじゃんって思うんですけど、まあ、部屋ごと動かしちゃいましょうっていう、絶対カートにしか解決できない難題を要求するなよってちょっと思いますね。あっちょ掴めてない。でここのハノイの塔のパズルなんですけど、最小の手数でクリアすると実績が解除されます。よいしょよいしょ。今回あんまり足速くなりませんでしたね。であとここのおじさんに暗転中に話しかけると会話フラグがおかしくなるっていう悲しいバグがあるので注意しましょう。このあと会話バグが結構発生しやすくなるので我々かなり気を使っております。でここちょっと注目ポイントです。私の画面を見てもらえると、ここに島に帰るための方法が書いてある本があるんですね。森で拾ったミミズをその土地から取った土に入れると方向を指し示してくれるっていうことが書いてあります。あれでも森で我々ミミズなんて拾いましたっけという話なんですけれども、あれポケットからミミズ出てきましたね。ミミズくん虚空から錬成されてます。まあなんか拾ってなくてもなぜかここで拾った判定になってミミズ出てくるんですよね。でもう一つおばあちゃんからのメッセージと、氷山の方にいるよみたいなメッセージが来るんですけど、これも火山の終わりに拾えるメッセージなんで、これも本来持ってないです。今手持ちのアイテム確認してもこれ持ってないんですけど、ここで錬成されて大丈夫な感じになります。でここでうまいことフラグがと辻褄が合うので、あの大規模な火山のスキップや地下の壁抜けを行うことができるといったわけですね。それでは、まあ、土もミミズも持ってるよねってことでシアナンの故郷に帰ります。でここでねシアナからミミズもらうんですけど、本来拾ってないはずのミミズ。さあここ選択肢が固定なので、どの言語でも同じ位置を選べば大丈夫です。でこの暗転中にあの決定キーを決定キーを連打していますと、あのシアナンが前のセリフを次の場所で読み込んじゃうっていうなんか悲しいバグが起こって先に進めなくなるので、暗転中に決定ボタンは押さないように気をつけましょう。何回かこれで記録飛ばしたことあるんで気をつけたいですね。でここで最後にオールアボーブを選んでやると次の島に帰ってくることができます。はい、島に戻ってきました。ちょっと解説じゃ引き受けましょうか。はい、お願いします。はい、島に戻ってきて、まあ、シンアナンはこの島には戻ってきてはいけないという、まあ、慣習がありますので、まあ、こう隅っこに見てるだけなんですが、どう見ても見えるとは思うんですけどまあみんなに今聞き込みをして、まあ、次の場所に行くための情報集めをしています。まあ、その情報をまあ総合すると、もうすぐこの島では釣り大会が開かれるということで、その釣り大会の商品には海図があるということなので、その海図を使えば、次の目的地である氷山に行けるということなので、目的は釣り大会で優勝することです。ただこの釣り大会が非常に最大ともいえる乱数ポイントでして、まあ、世界記録を更新したいとなると、この釣り大会で最高に近い乱数を引かなければならないという状況まで来ています。きついです。きついです。我々打ち合わせ時の乱数が2人ともものすごく悪くて、本番どうなるかすごい心配ですね。この結果だけで最大1分の 最高乱数と最低乱数で1分近く差が生まれてしまうので、本当に皆様改めてお祈りをよろしくお願いします。本当にここだけはどうにもならないのでよろしくお願いします。さあ釣り大会では巨大な魚の形の湖を4つ作って、それぞれの湖で釣れる4種類の魚を入手しなければなりません。この魚が釣れるまでの時間が乱数となっておりまして、まあ、浮きがあるんですけど、浮きの揺れる回数が2回から6回となっておりまして、
まあ、1回につき大体2秒ほど差が生まれてしまうので、できるだけ早く釣れることを祈ります。さあ今回はどうなるでしょうか。私も釣り始めます。はい、1、2。お、早いですね、最速です。いいですね。形を変えて次の魚を釣ります。これを繰り返します。1、2、3。お、3、いいですね。いいですね。まずいかもしれない、こっち。その大丈夫です。なんとかなります。最大結構20秒ぐらい持ってかれるのは日常茶飯事なので。お、2、2、3、2。マジ？え落ち着いていきましょう。2、3、4、5。まあ5ですかね。2、3、2、3、2、3きました。うっそ。ほぼ最高値。ほぼ最高値じゃないですか。いや、よかった。いや、昨日実はあのサバの味噌に食べようかと思ったんですけど、直前でとんかつに切り替えたんで、ちょっと魚が恩返ししてくれたかもしれないですね。5、うわ、マジか。あ、ちょっとまずいですか。6。あ、6か。私の方は結構厳しいランスですかね。やばいですね、これは。ちょっと氷山の解説変わってもらった方がいいかもしれない。大丈夫です、任せてください。はい、すいません。さあ、ここで釣り大会を終えて、まあ、シーハンはね、あの変装してラーアナンという違う少女になりきっていて、お父さんもそれを見抜けていません。まあ、安心して釣り大会に参加できたという感じでした。5、ちょっとこっちほぼ最低ですね。566はちょっとやばいな。566はちょっと嘘だろ。たあ、ちょ頼むよ、頼むよ、マジで。逆にレアかもしれないですね。そうですね、1、2、あ、566で2か。あ、なるほど。まあダメっちゃダメだけど、まあ、無事に釣り終えることができました。はい、終えることができました。よいしょ。さあ次のステージは氷山ですね。氷山で早速壁抜けをします。はい、1回目の壁抜け成功です。よいしょ。お、ナイスです。さあ続けざまにもう一度壁抜けをして、どんどんイベントをスキップしていきます。ここに立ちまして、よいしょ、危ない。はい、2回目も成功です。ナイスです。はい、これだけでもうこの氷山でのイベントをもう半分近くスキップしましたので、もう中盤を過ぎたところです。さあこの氷山、どういう目的があるのかといいますと、この氷山に住んでいる人々は第7の氷山と呼ばれるものを探しています。その第7の氷山には先祖が残した宝物があるそうです。一体宝物とは何でしょうか。まあ、住んでいる人にみんな狩りの相棒が欲しいだったり、まあ、ちょっと毛皮が欲しいとかいろいろ目的が違うので、みんなの目的に合ったものが手に入るかどうかちょっとわからないですが、協力して一緒に宝物を探しましょう。で、今青年と話していたんですが、この青年実は最初の島から旅立ったあのおばちゃんが木彫りの船をくれたと思うんですが、あ、レイジさんも壁抜け成功しましたね。素晴らしい、ありがとうございます。さあ2回目はどうでしょうか。よし、危ない危ない。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、2回も成功しましたね。どうです。ありがとうございます。さあ、あっという間に氷山ももう終盤まで来まして、このおじいさんに話しかけると、おじいさんがね、この雪のかかっているモノリスというものの掃除をしてくれます。このモノリスが示している通りに地図を並び替えると、第7の氷山の手がかりが現れるようです。まあ、すでに揃えているので、もうモノリスがビカビカに光ってますが、おじいさんは謎が解けんのと言っておりますね。見えてないようです、この光。さあ、形は分かっていますので、さっと並び替えていきます。さあ、途中見えていた灯台から光が出てますので、この灯台の光をうまいこと反射させて、違う、モノリスから光が出た光を灯台に当てると、第7の氷山が現れました。おじいさんは、なんだあれはということで飛び出していってしまいます。カードも第7の氷山へと向かいましょう。よし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 、バッチリ。
さあもうカートのエニーパーセント RTM もいよいよ最終盤という感じになってます。通常ステージはこの氷山でおしまいですね。さあ宝物が見えました。いや大きな宝箱です。一体何が入っているんでしょうか。皆さん何が入っていると思いますか。金銀財宝ですかね。まあちょっと貨幣価値、でも この世界貨幣があったかどうか怪しいですからね。中に入っているのは、あ、かわいいハスキーの赤ちゃんが入ってました。これは嬉しいです。かわいい、よいしょ。眠ってますね。眠ってますね。このハスキーの赤ちゃんはなんか特殊な液体を飲んで眠っているという設定がありますが、そういった裏設定みたいなものは物語の館の本で読むことができますので、ぜひ一度遊んで読んでみてください。さあ倉庫行っている間に C アナが合流しました。 C アナその格好で寒くないのかと突っ込みたいですけど、絶対裸足で氷山歩いてたら足やばいことになると思うんですが、 C アナは、平気で平気なようです。さあハスキーの赤ちゃんを拠点に連れ帰ると、おばあちゃんの手紙が落ちてきました。ここでようやくおばあちゃんの手紙を普通に取得します。おばあちゃんは上から見守ってくれていたようで、氷山にちょっと飛行船着陸するのは難しいから、この雲の上までおいでし、カートという無理難題を突きつけてきます。さあ雲の上となると、ちょっとどうすればいいか皆目見当もつきませんが、とりあえず一度物語の館に帰っておじいさんに話してみた、相談してみた方が良さそうです。私の方も犬出てきました。ハスキーの赤ちゃん温められてますね。可愛いですね。可愛いですね。ハスキーの赤ちゃんだったら、成長すれば狩りの相棒にもなるし、毛が抜け変わればその毛を使って、編み物とかもできるのかな、そういうことなので、できるらしいです、はい、みんなの目的が叶ったということでした。とはいえカートの目的は叶っていません。雲の上に行く方法を知るために物語の館のおじさんに話を聞きましょう。さあおじいさんに雲の上のへ行きたいという相談をしますと、この物語の館の最上階はとても高いところにあるぞということを話してもらいます。ただおじいさんも昔一度だけ行ったことがあるだけで詳しい行き方は知らないということで、みんなで最上階への道を調べるということになりました。結論から言うと、この物語の方の全ての部屋をある形に並び替えると最上階への道が開くのですが、そのためには特定の本を読んで中に挟んであるメモを見ないといけません。それがフラグとなっています。さあカートの RTM もうすぐ終わるのですが、このカートはですね、今走っているのは Steam の PC 版なんですけど、他にも Nintendo Switch だったり PlayStation だったり、いろんなプラットフォームで遊ぶことができます。そしてなんと今だったら Steam のウィンターセールでこのゲーム、何パーセント、 70% オフぐらい、615円で買うことができる、とてもお買い得となっておりますので、ぜひ皆さんウィンターセール1月5日ぐらいまでだったと思うので、ぜひ買って遊んでみてください。と言っている間に最上階の扉が開きました。エレベーターに乗って奥のカーテンを開きますと、奥に見えるのは、立派に成長したマザーですね、30分ぐらいでここまで大きく成長したようです。さあこの最上階でもさすがに雲の上までは届きませんが、あのマザーの頂上まで行けば、もしかしたら 雲までたどり着けるかもしれません。さあマザーへと向かいましょう。この物語の館を出てマザーの元に向かうのですが、ここでスティックを上に倒していると、ちょっとバグってしまって進行不能になるので、何も触らないようにします。このカーとか物語の館が出てきた時のアニメーション中に、なんか上を入力していると誤って物語の館にもう一度入ってしまったという扱いになってしまって、ゲームがソフトロックしてしまいます。さあマザーの元へやってきました。立派なウォッチャーに成長したチャーブがマザーに語りかけて、マザー内部への道を作ってくれます。この中に入るとマザーの頂上までたどり着けるようです。
さあマザーのてっぺんまでやってきましたが、雲がちょいちょい見えてますけど、ちょっとまだこれはなんか綿雲という感じで、本当分厚い雲のそのさらに上という感じではなさそうです。さあこんだけ高いとまるで地上のものが地図みたいだということを新アナが言うと、カートはハッと今まで集めた地図を開きました。どうやらこの地図をすべて一つにつなげる必要があるようです。すべてとはいえ、この島以外の地図をあらかじめすべてつなげておいたので、あとは最後はボタンを連打するだけです。この島だけ改めてつなぐ必要があります。さあ草原ですね、懐かしいですね。あ、森も行きましたね。ここあらかじめ最後つないでおいたんです。はい、物語の方もお世話になりました。はい、砂漠も行きましたね。あ、火山ちっちゃい。ちっちゃいですね。よし。あ、氷山などスティックを下に倒していると演出を一部カットできます。これはたまたま走っている最中に私が見つけました。さあ雲の上やってきました。これラストパズルです。最後のピースを揃えるとおばあちゃんの飛行船が現れました。もうすぐタイマーストップです。タイマーストップの準備をお願いします。さあおばあちゃんと再会して3人が飛行船に乗り込んだ後、雨がホワイトアウトしたらタイマーストップです。さあ深夜ランはカートと一緒に冒険、いろんなとこを冒険したんだよという話をおばあちゃんにしようとしますが、せっかくだからみんなで飛行船でいろんなとこ回ってみないかいということを言ってくれます。最初からそうやって迎えに来てくれたらよかったんですが。はい、もうすぐです。飛行船が動き出して、はい、タイマーストップです。さあレイクさんの方クライマックスですね。もうちょっとですね。はい、あと少しです。よし。はい、あとボタンの連打だけです。おばあちゃん降りてきてくれましたね。でここで初めてカートちゃんがグラニーって喋るんですよ。ちょっと感動するものがありますね。今までカートちゃん顔文字でしか喋ってなくて、なんかね声出してないみたいな感じだったんですけど、ここでねおばあちゃんっていうのがちょっと可愛らしいですね。でここでシーアナンとまたちょっと話して3人で乗り込んでホワイトアウトしたらになります。よいしょ、もうちょっとですね。この飛び乗るの危ないですよね。結構危ないと思うんですけどね。引き上げなくていいのかなっていう。はい、タイマーストップです。ストップです。いや、さあタイムが私が51分19秒、レッツナック52分22秒ということで、あ、私自己ベスト更新してますね。え、あの乱数で。あ、というのもこのゲーム、あの途中、あ、説明してなかったと思うんですけど、モニターのリフレッシュレートで大きく挙動が変わるということがありますので、その影響ももしかしたらあるかもしれませんが、それでも素晴らしい走りだったと思います。ありがとうございます。私も自己ベストプラス51なんで、まあ、29秒ぐらいですかね。はい、いいランができたかなと思います。では、じゃあレッツさんからでは感想者感想を伺っていきましょうか。はい、どうでしたか。途中の壁抜けとかまでは結構すごくうまくいってたんですけど、まさか釣りであのなんか5662っていう極悪乱数を引くと思わなくて、ちょっとびっくりしちゃいましたね。他の全体はかなり小さいミスも全然せずに完走できたので大変良かったかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、私の方も釣りがなんか2232か2332かめちゃくちゃいい乱数を引けたということもあって、まあ、練習でもなかなか出てなかった51分前半が前半を出すことができて、まあ、とても良かったかなと思います。はい、まあ、2人とも予定タイムも、ね、全然オーバーしなかったということで、はい、いいランができたかな、できたんじゃないかなと思います。では、レイチさん何か宣伝したいことなどありますでしょうか。はい、私普段ツイッチの方で配信しておりまして、こんなカートみたいな可愛い系のパズルゲームだとか 2D のアクションゲームだとか、そういったものを配信しています。もしインディーゲームを中心にやっていますので、もし興味が
ある興味を持っていただけた方がいましたらフォローしていただけると大変嬉しいです。それでは鹿田さんと何か宣伝等あるか。はい、はい、じゃあ私の方いくつか宣伝させていただければと思います。まず一つ目ですね、私いくつかイベントの主催をやってまして、まず福岡 RTA フォーラムという福岡のオフラインイベントの団体の共同主催を行っております。今年来年の春にイベントを行う予定ですので、よかったらチェックしていただければと思います。またドット絵専門の RTA イベントピクセルアートランナーズの主催もやっております。こちらも来年の4月にイベントを行いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。で立て続けですが、来年の5月4日に、RTA ではないんですけどドット絵の、まあ、いわゆるコミケみたいなもの、ドット絵の展示会みたいなものを福岡のオフラインで、大濠公園という公園があるんですが、その近くにあるアーティストカフェ福岡というところで、そういった展示会を行います。こちらただいま展示される方は募集中ですので、ドット絵以外にも、チップチューンとかそういったものでも応募できますので、ドット絵に興味があるという方はぜひチェックしていただければと思います。イベント名は九州ピクセルマルシェとなっております。九州ピクセルマルシェよろしくお願いします。はい、ちょっと他にも宣伝したいことたくさんあるんですけど、よかったら私の X とかあとスイッチをフォローしてチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは長くなりましたが、カートの 2% RTA のレースはここで終わりとさせていただきます。お送りしましたのは私鹿田とレイチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。